ご覧いただきありがとうございます。今日は JAXA 調布航空宇宙センターより JAXA の実験用航空機についてご紹介をしたいと思います。解説は私、展示室担当の江川でお送りいたします。それでは早速いきましょう。皆さん、 JAXA と聞くと宇宙をイメージするかもしれませんね。ところでその JAXA の正式名称は知っていますか？宇宙航空研究開発機構です。つまり JAXA は宇宙と航空の研究開発をしているんですね。そしてここ東京都の調布市にある JAXA 調布航空宇宙センターは主に航空の研究を担当しています。 JAXA は飛行機やヘリコプターをより安全に飛ばすための研究や未来の航空機に必要な技術の研究をしているんですね。そしてその航空の研究に欠かせないものの一つが本日の主役、実験用航空機です。航空機の新しい技術の研究には地上で行う実験と空中を飛んで行う実験、この両方が必要になります。その空中を飛んで行う実験に使う専用の航空機が実験用航空機です。 JAXA には全部で3種類の実験用航空機があります。順番にご説明します。まず最初にご紹介するのはプロペラ機のミューパルアルファです。ミューパルとは多目的実証実験機の略で、アルファはギリシャ語で飛行機を意味する言葉の頭文字。実験用航空機なので普通の飛行機にはない装置もついています。例えばこの先端についているのは速度や風の向きを正確に測るためのノーズブームというセンサーです。ノーズブームは速度や姿勢を得るためのセンサー。突き出ているのは機体周りの気流からセンサーを遠ざけるため。機体の中も覗いてみましょう。ミューパルアルファの中はこのような感じ。2人乗りの操縦席にはスイッチや計器類がいっぱい。過去にはこのフライバイワイヤ操縦装置というものを使って他の飛行機の飛び方を真似する実験を行ったこともあります。他の飛行機の飛び方の真似、ちょっと絵に描いてみましょう。ミューパルアルファは小さなプロペラ機ですが、何百人も乗る大型ジェット旅客機の飛び方を真似したり、まだ世の中にはない飛行機の飛び方を真似するという実験も行いました。故障した飛行機の飛び方をわざと真似して、それでも安全に飛べるようにするプログラムの研究に使ったこともあるんですよ。今は航空で使う機器をテストする実験などに使われています。それでは次の機体に行きましょう。次にご紹介するのは実験用ヘリコプター BK です。ヘリコプターは車では行けない山の上でも飛んでいけるので、災害救助などいろんなところで大活躍です。 JAXA ではそんなヘリコプターがより安全に飛べるようにこの BK を使ってさまざまな実験を行っています。例えばヘリコプターが飛んでいるとき、実はその後ろ側には交流という複雑な空気の流れが発生しています。これも絵に描いてみます。この交流はすぐには消えません。もしその中に後から飛んできた別の小型機が入ってしまうとガタガタっと揺れてしまって危ないですね。そこで BK を使って交流がどんな風に出ているかを調べることも航空の重要な研究のうちの一つです。これは交流を実際に計測しているところですね。煙を使うと交流がよく見えるようになります。それでは次の機体に行きましょう。
3機目に紹介するのはジェット機で、名前を飛翔と言います。飛翔はジェット機なので、他の2機よりも速くとても高く飛ぶことができます。いろいろな飛行実験ができるように、速さ、高さ、姿勢、位置などを計測できるセンサーはデータの記録装置が積んであります。飛翔を使った実験の一つに、ジェット機が着陸してくる時の騒音を小さくする研究があります。これも絵に描いてみましょう。ジェット機は着陸してくる時、ゴーという大きな音を出しています。あの音の正体は風を切る音、すなわち風切り音です。これは飛翔のどの部分からどれくらいの風切り音が出ているのか、たくさんのマイクを使って調べているところですね。次に、その風切り音を小さくする部品を取り付けて、同じようにマイクの上を何度も通過します。部品を取り付ける前と後で風切り音がどれくらい小さくなったかを調べました。それでは今日のまとめです。 JAXA の実験用航空機はプロペラ機のニューパルアルファ、ヘリコプターの EK、 ジェット機の飛翔です。それぞれの飛行特性を生かして、さまざまな実験に対応しています。 JAXA はこれらの実験用航空機を使い、これからも航空技術の発展のためさらなる研究を続けていきます。実験用航空機のこともっと知りたい方は、動画の下のリンクから JAXA のホームページにアクセスしてみてください。 JAXA 調布航空宇宙センターには、今日お話しした実験用航空機の模型が展示してあります。他にも日本初のターボファンジェットエンジンの実物、日本初の国産旅客機 YS-11 のコックピット部分、そして未来の飛行機スペースプレーンの搭乗体験ができるシミュレーターもあります。詳細はホームページをご覧ください。それではご覧いただきありがとうございました。